諫早市のアーケードに県内各地からおよそ100店舗が集まったマルシェ。ひときわにぎわっていたのは、料理をより健康的に仕上げることができると今再注目されている麹です。普段から飲めそうで、こんなだったらいいですね。作っているのは県内に数人しかいない上級麹師の酒井元子さんです。麹を使った料理ってそのまま食べてもいいし、ヨーグルトにかけてとか。でもすごいこれはね、元気になると思います。昔から伝わっていく良きものなんだけど、今のこの世の中にの方々によりこう取り入れやすいように、幅広い人たちに伝わっていけばいいなって思いながら。2年前まで県立高校の音楽教諭だった酒井さん。エネルギッシュな指導で生徒からも厚く信頼されていました。ですが、婦人科系の病で9時間にわたる手術を経験したのがきっかけで、早期退職を決意しました。目の前にいる子どもたち、生徒たちの存在があったので、すごい悩みましたけど、私の根底にあるのが、結局命を大事にしてほしい、当たり前のことなんですけど、当たり前のことを伝えていきたいな。命を大事に、その思いから酒井さんが第二の人生に選んだのが、体にいいとされる麹作りの道でした。この蒸し方で全然変わってくるので、蒸しすぎてお米が柔らかくなりすぎて、もうびちゃびちゃになったりしたのもあったので、これが一番重要かなって。米や麦などに麹菌を繁殖させることでできる麹。1グラム単位でちょっと測らないといけないので、今回 1.5 のお米に対して 7.4 グラム。麹菌が酵素を出して固まることで麹になります。おいしい麹に育てる工夫は、ブラームスでいきますね。今日は音楽を学んできたものの周波数とかやっぱりいろいろあるので、自分が心地いいとこの麹たちにも波動が伝わるのかなと思ってですね。80度から40度まで一気に冷やした後、湯たんぽを使って3日間寝かせ、時々混ぜるなど手間暇かけて育てます。頑張ってねとか言いながら、ここでよく飲み会とかもね、前の職場の先生たちもするんですけど、変わったねみたいなところはあられますけど、でも根底にあるこう子どもたちというかの未来のためにというか、そういう気持ちは全然変わらないので、ぶれないものではあるので。ただ対象がちょっと麹だったりとか、音楽でキッズだったりとかが違うだけで。何らかの形で音楽は続けたい。酒井さんは麹作りの傍ら、小中学生ブラスバンドの指導も始めました。体の中央で棒がぶつかり合っている、そこをちょっとぐーっとそこに意識を持つ、姿勢も良くなる。音楽、そして麹の魅力をより多くの人に伝えるべく、今の目標はカフェを開くことです。っていうの、この掘るっていうか、醤油を垂らすとトーン記号が出てくる。そうです、そんな感じです。麹の真っ黒なやつ。商談相手は吹奏楽部の教え子。年内のオープンを目標に据え、新しい店で使う皿やマグカップの準備を進めています。今年どうかな、でもこの中やったらやっぱこの色とこの黄色とか、私もでもそう思ってた、ね、黄色と。さすがですね自分らしく突っ走る姿はかっこいいなと思って見てます。3日間寝かせて出来上がった麹は、野菜や塩、醤油などを加えて30種類以上の麹調味料になります。これ教えたっけ、
玉ねぎ麹の具沢山スープ、天然のコンソメと言われてる玉ねぎ麹、すっごい美味しいですよこれ。これは塩麹に前の日から漬けてるので、とっても旨味が凝縮されてて、調味料はほとんど麹で置き換えています。ちょっと火が少し通ったなと思った時に甘酒を砂糖の代わりに入れる。料理の旨味を引き出し、元気な体を作ることができると言われている麹。家族のエネルギーの源です。美味しい、うんうん、体と心に良きっていうのも、目標にしながら店舗を持って少しいろんな人に広げていきたいなっていう思いがありますね。今やれること、自分にやれることをこう精一杯やっていきたいな。人とのつながりを大切に、育てることを諦めない。上級工事士酒井さんの第二の人生はまだ始まったばかりです。